葉月ちゃんからいきましょう。今日のファッションポイント教えてください。今日のファッションポイントはここについてるレースです。フリルがついてます、そこの帯の上に。本当だ。あと黒い浴衣で大人っぽくしてみました。甘辛っていうんですね、葉ちゃんね。素晴らしい、とても似合っています。続いて、はい、今日どうした、元気ないけど大丈夫、みんなだって元気ない、もっと元気出して。今日のファッションポイントは、初めて紫系の浴衣を着たことと帯締めをつけたことです。おー、帯締めがすごくかわいいね、りなちゃん。これ何の形ですか？お花の形。花だと思います。かわいらしい、りなちゃんにぴったりな、ピンク大好きだもんね。大好きね。はい、ピンクのりなちゃんです、よろしくお願いします。かわいい。じゃあ続いていきましょう。はい、今日のファッションポイントは、普段あまり着ない水色の服、あ、浴衣をできました。あともう一つファッションなのかわかんないけど、普段あまりしないお団子ヘアにもしてきました。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。ゆみちゃんとても爽やかですね。ね、皆さん涼しいですよね、ゆみちゃん見ると。ゆみちゃんは今日はセパレートっていう浴衣をね着てるんだよね。で、今とっても流行っていて、それ自分で着付けたの？いや、おばあちゃんとかにも手伝ってもらいました。おばあちゃんに着付けてもらったか。そっかそっか。ゆみちゃんは今日涼しそうな水色の浴衣です。ゆみちゃんでした。イエーイ。じゃあみんな名前言ってから言ってください。どうぞ。ヒル？マイクのスイッチが。マヒロです。マヒちゃん、私のファッションポイントは、はい、この紫の帯と下駄の色を合わせたことです。おー、似合うね、めっちゃ似合う。あともう一つあって、この後ろにリボンがいっぱいあることです。誰誰誰誰、リボンめっちゃある。あ、本当だ、かわいい、かわいい。お母さんにやってもらいました。おいいね、かわいい、めっちゃ。あの浴衣の柄もなんかみんなとちょっと違くて、またまたおしゃれさんですね。おしゃれね、とてもかわいい、まひろちゃんでした。まひちゃんの赤木団浴衣でライブ初めてだよね。初めてです。わー、どうですか、これから始まりますが。楽しみです。楽しんでもらいましょう。まひちゃんでした、よろしくお願いします。じゃあ最後お願いします。はい、皆さんこんにちは、ゆなっぴです。イエーイ、ゆなちゃん。はい、あの私は今までの紺とか白とかの浴衣を着てきたんですけど、今年あの皆さんに水色が似合いそうっていう言葉をもらって、水色の浴衣にしてきたら、なんとね、リトル3人も水色がいるっていう。本当だ。この3人が爽やか系っていうね。はい、でもじゃあリナちゃんとハズキちゃんは何系なんですか？何系だろう、かわいい系、かわいい系。そうかそうかそうか。それであの担当カラーというかね、金色ということで帯は黄色にしてきました。おお、そっか、リトルには担当カラーがね。はい、皆さんどうですか、似合ってますか？似合ってる。 ありがとうございます。はい、今日もこの5人のフレッシュさで頑張っていくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、チームリトルウィングトリップスでした。では続いていきましょう。すいません、マイクを1本天田さんに渡してください。では続いていきましょう。次は平均年齢は上がったのかな。超でっかいサイズの
ここについているお花と、お朝ママが縛ってくれた髪型です。よろしくお願いします。かわいい、ミニーちゃんだね。ユーマのミニーちゃんですよ。これは後ろもかわいいよ。めいめい後ろを向いてみ て, 後ろ見てほら、かわいい、めっちゃかわいい、ふわふわしてて、ね、あとめいちゃんのその浴衣は柄がアジサイですね。うん、ねえ、でしかもこうミニワンピースっていうんですか、とっても小学生らしくて、ね、かわいいね、めいちゃん。じゃあ今日も可愛さを発揮してください。はい、はい、めいちゃんでした。イエーイ、とても可愛いですね。じゃあお隣行きましょう。4年生の葵です。じゃん、今日のファッションポイントは赤と黒で大人っぽくしたことと、お母さんが作ってくれた髪飾りです。おー、え、ちょっとお母さんが作ってくれた髪飾り見せて見せて。すごい、それ手作りなの？すごい、ママの愛たっぷりですね。ねえ、そしてあおちゃんはもう身長も伸びたから、ね、とても、あたしと、あたしと変わらない、あおちゃんと変わらないぐらい変わりますよ、ね、皆さん足置いてきてるんですよ私あおちゃんとっても大人っぽいですよ、ね、似合ってる、うん、ねえ、皆さんどうですか、あおちゃん可愛いですか？可愛い。じゃあ今日もあおちゃん色で染めちゃってください。あおちゃんでした。イエーイ、あおちゃん大人になりましたね、かわいい。じゃあ続いていきましょう、お願いします。4年生のひとみです。今日のファッションポイントは浴衣にシンデレラがいることです。私はディズニープリンセスの中で一番シンデレラが好きなので、この浴衣選びました。かわいい。ちょっとみんな見えるかな、ひとみもっと前に行ってもらって、どこにシンデレラでいるの、さして、あ、ここにいる、シャタマイクです。ね、シンデレラが一番好きだからその浴衣にしたの。皆さんどうですか？かわいい、かわいい。あとひーちゃんも後ろ向いて、後ろ向いて、ほら、みんなフローしてる、かわいい、かわいい、ね、二色使いでね、え、髪型にも待ったのですけど、リボンかな、ねえ、リボンがついてるね、とってもかわいい、そして涼しそうな浴衣です。ひーちゃんに拍手お願いします。もうまさに赤木団のプリンセスですね。ひーちゃん、この後もよろしくね。はい、じゃあラスト行きましょう、お願いします。はい、2年生のジュジュです。今日のファッションポイントは去年と浴衣は同じですが、髪型と髪飾りを変えてみました。ポイントはここについているリボンです。わー、リボンもすごい可愛いし、髪飾りもね、お一緒の色だね、赤でね、ちゃんと統一感があって、赤と黒で統一してたね、ジュジュちゃんね。どうです、この浴衣去年も着たってことはとっても気に入ってるんだね。浴衣がちっちゃくないので来ました。なるほどね、うん、もうこれが最後かもしれませんよね、皆さんね。そうか、そうだよね、身長伸びちゃうから毎年着れるとは限らないよね。限らないからね、でも去年とまた違って、うん、こうやってアレンジを入れてるジュジュです、ね、ジュジュどうですか、これからまた浴衣ライブ始まるけど楽しみですか？楽しみです。頑張りました。頑張ります。ぜひ皆さんよろしくお願いします。かわいい、かわいい、みんな4人は靴もおしゃれだね。あ、ちゃんと足先までしっかりしててね、うん、みんなそれぞれ違ったものがあって、うん、では清水かっこかりのみんなでした。ありがとうございました。